にちは。こんにちは。久しぶりですね。お久しぶりですね。2ヶ月以上は空いた感じですかね。そう、ちょっとあの9月がいっぱいいっぱいだったので、はい、今日も結構悪いですよ。そうなんですね。はい、どの辺が。ちょっと背中腰ですかね。やっぱ前も2ヶ月ぐらいだったんですけど、はい、前ほどはひどくはないとは思うんですけど、はい、やっぱりちょっとね、今朝起きたら、なんか肩甲骨の間とあたりがなんか張ってるというか痛いっていうか硬いっていう感じが。あ、そうなんですね、うん、そういえば、はい、あのこの神宮球場行った時にですね、はい、あのこの前ヤクルトスワローズ最近チャンネルやってるんですけども、あの先生の動画を見て、自分を知ってもらったみたいで声かけてもらって、あの、はい、ご夫婦で、はい、奥さんが先生のファンらしくて、ありがとうございます、動画で見ましたよみたいな感じで、ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。先生、すごい人、ありがとうございます。いいじゃあ、よろしければ寝てください、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。よいしょ、あ、大丈夫ですか、はい、すみません。全体的に見ますね、いつも通りで、はいはい、真ん中に来てますけど、やっぱ右腰上がってますね。あ、ちょっとやっぱり左右差が。腰の方が大きいですね。そうなんですよね。胸っていうのはありますね、はい、で右腰上がってて、もうあれですね、もうお尻のところも結構顕著に違いが触られてたら分かります、ありますよね。もうそうですよね、ご自身でも感じますよね、なんかもうガッて上がってるので、微妙にとかではなくはっきりと違いますね。右側の足は変わらないですよね、どうしても。そうですね、もうその大天使の位置で見ても違いますね、かなり違いますよね。骨をまっすぐに引っ張ってくると ここになるので、そうね、指幅2本分ぐらい違ってる状態ですね。で見ても若干右が、全体的に右上がりになってますね。あ、ちょっと一回、はい、ちょっとすみません、はい、自分で自分のカメラのスイッチを押すの忘れてた、はい、あ、それは大事ですね押さないといけませんね、それはね、次の段取り考えて、手前の段取りやってない先を考えすぎて最初がおろそかに致命的ですね。ちょっとやっぱり疲れてますね。そう、ダメなんですよね、すいません。いえいえいえ、はい、じゃあちょっと肩絡みますね、はい、右も受けそう、そうですよね、まあそれなりに、うん、多分またちょっと質が違うみたいなのもあるから難しいですかね。そうですね、あの肩幅が狭いのは左ですね。あ、うん、あのまあどっちも確かにあるんで、そうですね、どっちって言い難い感じなんですけど、あのこう、まあ、こう同じところでも同じ感覚でこう取っていた時にもう右当たるじゃないですか、ここが近いんですよね、左までよりも右の終わりの距離が近いので、なんか右の方が詰まってる感じがありますね、はい、この硬さも、この方がこうはっきりゴリゴリする感じ、右よりは左の方が、まあ右もね痛いと思うんですけど、左の方がなんかグッと集まってる感じって言いますかね。そうですね、うん、はありますね。お、
あと首が回っちゃってますね、少しこう、あの、はい、要はちょっと顔を右に向けてる状態になってますよね。あの耳がこう、こうな、こういう感じなので、海で見た時に首も、はい、出てて、ね、そうですね、右痛いですね、右のが痛い、はい、そっちですね、はい。先生にとっては、先生のとっては左、あれ、あ、はい、左手です、私にとっては左手です、そうですね、はい、あ、み、あの、右のここが痛いところですね、そうそうそう、左よりも右が痛いですね、あ、そうですね、全然、あ、でもどっちも痛いです、まあこれもね、痛そうではありますよね、はい、ただこれが痛いと、じゃあ右なんですね、なるほど、そうですね、縦軸のズレだけじゃなくて、こう回線もあるので、若干だから こっちの方が高いんですよね。あの、分かりますよね。なんとなく分かる。こう引けてる感じですね。はい。あ、まっすぐなってなかった。でもまあまあ、ちょっと急いで寝たんでね、右側から。それはしょうがないです。そうですね。まあ、で、そうか。で、ちょっと首右の方が痛かったんですよね、ええ、じゃあちょっと右側から揺らしを行いますので、ちょっと上にこうちょっと両手を置いていただいて、両手でこちらもお願いします、はい、なんか握っちゃうとあれなんで、ね、じゃあいいですか、はい、もう入れときますか、はい、大丈夫ですか、はい、じゃあすみません、始めますね、揺れたしなしでしていきます、今までって結構足のこと言うこと多かったように、はい、覚えてるんですけど、今日はもう上半身なんですね、腰背中っていう、そうですね、うん、はい、やっぱ足も悪いんでしょうけど、やっぱり、まあ、うん、背中腰にこう具合が悪さを感じます、うんうん、揺れないですね非常に硬くなってますね、ちょっと痛いですかね、そうですね、硬い証拠ですやっぱり、そうですね、なんか前より硬い、やっぱりちょっと、ね、あのこの今あって20分ぐらいですけど、その間にもやっぱりこうね、こう疲れてる感というかまあいろいろ考えちゃってるので、っていう休まってないっていうのもだいぶ見えたので、それが毎日してたらやっぱりなりますよね。一回注意されてればいいんですけどね、なかなかですね、いやー、これやっぱちょっとそうですね、全然リラックスできてないですよね。と、ほんとその辺がなんか今日燃えるような、ちょっとあれですよね、こうもう時限爆弾じゃないですけど、もうこう
赤信号が見えるような、はい、ぐらいの、ちょっとやっぱり休まないとダメっすよ。そうなんですよ、休みが絶対圧倒的に足りないですね。そんなに足んなそうですね。というか足りてないですね。全く足りてなそうですね。そうなんですよ。やっぱ多分もうリラックスができなさすぎて、できなくなってるというか、多分この辺の硬さも呼吸も多分ずっと浅いまんまになっちゃってるっていう風に伺えるので、これではなかなかね、なかなかですね。多分今日1時間難しいかもしれないですね。すみません、前回も足らなかったような気が。いや多分これは多分リラックスが切るようにならないと体もほぐれてこないですからね。これはちょっとこう ほぐすのを拒否してるような状況になってるので、頭がもう全然休まってないですから、体が全然ついてきてないですよね。ちょっとね、これは最初からこんなこと言うのもなんですけど、重症ですよね。ですよね、私もそんな詳しく知らないですけど、ちょっとまあ無理したり体張ったりみたいなことがあったんじゃないですか。そうですね、ちょっと特に今週末寝てなかったりまして、多分こうリラックスしてないのに加えて、余計体を緊張させるようなとか疲れさせるようなっていうのが続いてるんで、もう多分体が限界なんですよ。なんかもう最後の守りに入ってるような状況なんだろうなみたいな感じなので、こうなっちゃうとやっぱり少し生活を改めないと、やっぱり一時しのぎも難しいと思いますよ。やっぱちょっと本当にあんまりそのやっぱりなんですかね、今まで若くて病気知らずでみたいな方が今若くて全然元気ですっていう人が無理するのと違いますからね。やっぱりすでにちょっとこうあるじゃないですか、今までにもこうストレスがたたったりみたいなこととか、まあ年齢的にもね、やはりこう若いとは言えないところに来てるので、そうなんですよ。やっぱそこはちょっと心身の使い方というか、体に合った生活の仕方みたいなものを見直していかないと、多分本当にちょっと今体が限界なんじゃないかなっていう、なんとかも多分でもこういう反応が出なくて、言ったらこう風邪もひけないみたいなのを言ったりしますけど、こう緊張してるとそういう反応が出るべき反応も出ないのでっていうことが出てきちゃうんですよ。で出るときはもうドカンと出るみたいな、ちょこちょこ毒出しできてた方が、反応のいい体の方が、まあ、1秒息災とか言ったりしますけど、なんか弱いとこある人の方が気を使いながら生活したりして、意外と、まあ、丈夫ではないんだけど長生きみたいな、とかあったりするんですけど、哲也さんの場合結構まあ年間上みたいな元が多分結構持っちゃう方なので、それで多分こう今もまあなんていうんですかね、致命的なことにならずに無理してるみたいなところが、でもまあぎっくり腰になったりとか、サインは出てるので、多分またちょっとそれって無視しちゃってる状況になってると思うので、それをこれは変えていかないと、じゃあとりあえず今日今夜フリーマッサージ行くのやめときます。いやそれはもう本当にやめてください。とりあえずやっぱり
構十分気力体力が充実して次人に与えられるものじゃないですか。そうですね、やっぱ自分の身を削ってやることではないと思いますよ。じゃあちょっと今回やる、今日やっときましょう。ちょっと元気な人にやってもらうから気持ちいいっていうのもありますからね。なんかただこの人大変そうと思いながら受けるのも気が引けるっていうのありますから。確かに、やっぱりちょっとそこはちゃんとか自分のコンディションを整えてからですよ。そうですね、ちょっと今日はやっておきます。そうですね、まあ、一応今揺らしでだいぶなんか戻ってますね、うん、そうです、そうです、一応、はい、揺れましたね。そうですね、一応まあこれで足も揃ったりとか。おー、本当だ、揃ってるはしてるんですけど、これはちょっと本当にだからといって安心しないでくださいと言いたい確かに、はい、ちょっとなんとかちょっと少し長めにやって、まあね、肩もこれ今痛くないぐらいに、あ、本当に痛くないですね、はい、なったとは思うんですけど、まあ、首もまっすぐにはなってはいるんですけど、まあ、まあ一時ですね、一時、うん、ちょっとやっぱり、あの、もっと奥に凶暴なのがいる感じするの で、 そうですね、とりあえずっていう感じなんですよね、今これやってるのって。いやでもすごい、一応ね、一応今とりあえずの下ごしらえ、下ごしらえはまあなんとかしたんですけどそうですね、ちょっとこれを維持できるかどうかとかはやっぱり徹夜さんにかかってきてるので、もうちょっと休みますけど。そうですね、はい、休みます。この動画が良かったらグッドボタンと、チャンネル登録ですね、お願いいたします。徹夜さんもね、チャンネルやられているので、はい、はい、徹夜さんの動画もぜひチェックしてください。よろしくお願いします、はい、こちらでね、撮ったやつをね、別のアングルで、はい、はい、公開されるってことになりますので、はい、はい、あったらどうぞ、はい、で、そうですね、はい、やってますね、されてますので、はい、今日でも休みます。そうですね、休みます、はい、もう体を見ながら皆さんも無理をしないようにお願いいたします。こんななっちゃいますよ